はい、皆さんこんにちは。今日はシグマ理論格論4回目行ってみたいと思います。今日は末、のお話をさせていただきますね。末につきましてはモダン共通で末動画2、3本上げてると思いますので、そこを またちょっと復習で見てくださいね。とりあえずね、末、前にねハンドルがこうありまして、こうねハンドル操作をする、こういうトレーニングですね。イメトレです、はい。さあ今日はですね、それに、末をやるにあたって一番大事なことを、申し上げます。ちょっと寒いのもありますが、ここ回路をね今ここ貼ってます。こうね、この部分、この後ろのこの背骨の尾っぽのところね、尾てい骨から上にあるこの手のひらサイズのこの骨、仙骨というこの三角形型の骨、これをピンポイントで触れるように、分からない方はちょっと Google 検索かなんかねで見て、仙骨と、仙人の仙に骨と書きます。野球のね、星野仙一さんの仙という字ですね、に骨、この骨をピンポイントで触れるようにしてください。そしてですね、その仙骨と肩甲骨ね、肩甲骨の回転、左右の回転ですね。今これ左手、こっち右手ですけども、ハンドルをこう左にこう切っていく。そうするとこの左の肩甲骨が左回転、ね、右ももちろん左回転、こういう感じでね、こういうふうに回ってます。はい。それと仙骨、この仙骨がこういうふうに、ね、左の上の方にこうちょっと上がるような感じね。はい。こういうイメージを持ってください。で今度右にこう切った時は、今度は肩甲骨が右にね、こっちもねヒューッとこういう回転ですね、右回転、はい。で仙骨が右にこうちょっとこう浮き上がるような感じ、これですね。このイメージを持ってほしいです。これで末やってください。はい、イメージですよ。大きくハンドル切っていったとしてもですね、この、仙骨ね、この仙骨と肩甲骨をつなぐこのイメージを持った上でやってください。ここが大事になってきます。はい。今日はただそれだけなんですけどね、ここからね、ちょっと末のスタートを切ってほしいんですね。はい。ですからもう一回整理しますが、今日はねとりあえず仙骨の位置を知って、そして、末っていうのは肩甲骨と仙骨を連動させて、こういうふうに揺らぐようなこんな感じ、これだけで結構です。また次ね、格論で、ちょっと末ね、これと、首とかね、混ぜながら、また説明させていただきます。いきなり欲張ってよく、話してもね、よくないんで、一個ずつね、今日は仙骨の位置を知ること、触ってピンポイントでね、ここだっていうのを分かって、そしてスウェーにはこれ使うんだなということをね覚えてください。そのうちねこの仙骨というものを意識できるようになると、他のね、局面でもね微妙にね、何かが変わってくるんですよ。それは今ちょっと申し上げてもまた分からないと思います。今日はここまでにしておきます。はい、今日はとりあえず触ってみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。